B.A.P. は韓国の6人組男性アイドルグループ。2012年1月26日にシングル、ウォーリアーで韓国でデビュー。T.S. エンターテインメント所属グループ。2019年2月18日を最後に、すべてのメンバーが T.S. エンターテインメント退社。事実上の解散。2011年12月、B.A.P. デビュー前に、 ソロで活動していた4曲を中心に、4曲とゼロが BA。P プレデビューシングル、Never Give Up を発表した。SBS MTV、座シの司会を務めていた、ヒムちゃんの三人でのデビューが発表される。12月29日から12月31日の3日間には、SBS、KBS、MBC の地上波年末音楽番組のハーフタイム2部の直前に、BA。 P のデビューを知らせる CM が放送された。2012年1月8日、MTV のリアリティ番組、ダダーで、デヒョン、ヨンジ・ェ・ジョン・オプの3人が公開され、1月26日にデビューシングル、ウォーリアーをリリース。翌日27日には、KBS のミュージックバンクでデビューステージに上がり、28日には、ソウル、ただし進む体育館において、 新人アイドルグループとしては、異例の3000人規模のショーケースを開催した2月3日には、ウォーリアーがビルボード世界アルバム10位に2週、連続チャートイン。2013年ドイツの、リ・マーク・エーブル・アワーズ2013で、今年最高の歌賞、最高のボーイズグループ賞、最優秀ミニアルバム賞、今年のアーティスト賞を獲得し、4冠を達成した。 2013年に開催されたヨーロッパのソ・ラブド・アワーズ2013でも最高男性グループ賞とメガボルト賞、男性振付賞の3冠を達成。ワン・ショット・バットマンはベイビルボードのワールドアルバムチャートで1位を獲得した。2014年に発売された1004をタイトル曲とするフルアルバムファースト・センシビリティがベイビルボードワールドアルバムチャート1位にランクイン。 韓国チャートで1004が1位獲得した場合、天使になってファンたちと一緒にボランティア活動をしたいと公約を掲げ、わずか1週間で1位を獲得し、3月に福祉団体と連携し、ファンと共にボランティア活動を行った。2016年上半期には5大陸30公演海外ツアーを公演。11月7日、発売アルバム、ヌワールは16日付の米 ビルボードワールドアルバムチャート1位になった。PA。P は、アデル、レディーガガ、ビヨンセ等と共に、韓国歌手として、ワールドワイドアイチューンズアルバムチャートの上位権に入り、7日に、オランダのロッテルダムで開かれた、MTVMA 2016で、ベストコリアアクト部門を受賞した。シングルアルバム DVD、デジタルシングルシングルミニアルバム正規アルバム、d v d 版、 4ン版ロ b a p アタッ a TS エン t ーテイ a i n m 公式 YouTube チャンネルで披露します。今放送されています。ありがとうございます。